あ,あやっぱキレてない <laughs> バチン <laughs> <laughs> さおもう一つのカムイこれが生徒会長なのねでも今は着てない 花嫁衣装お父さんが作ったのでも作れるものではないのどういう意味かも知らずじゅあ名前が純潔先血と純潔 でも知っちゃったのね。うんたぶんカムイって神の衣でしょっていうくらいだからやっぱ人に作れるもんじゃないのかな。二人のお父さんはやっぱ手に入れたって感じなのかな。んまあ、だんだん設定が分かってきたね。 血が必要だとの鉄鋼から供給してやるけれどもやっぱ時間制限というか体力制限というか血を失うから短期決戦向こうはどうなんかねやっぱ血が必要なのかないやほデザイン 好き <laughs> すごい好き <laughs> だから今回生徒会長とぶつかるってことでいいのかな <laughs> って聞いラスボスだと思ったんだけどお前らだと思ったんだけど、うん、で地味に先生が好きかも <laughs> あのイケメンの。 で、一番耐久力高いのマコじゃない <laughs> どんな因縁があるんだ2人にんまた授業だなんで普通に登校してるのよおかしいやろまた寝てるし <laughs> まあそりゃそうなるよねもっと話したいこといっぱいあるよねあ逃げられたあまた来たよよく飛ぶなお前はもう慣れてきたね扱いにねうんおうまあ学校じゃ話せんか あ、また脱ぐ <laughs> ちょこちょこ赤くなるのがほんと好き <laughs> めっちゃツボだわうんうんええー、あんたも戦えるの生命線ほう あーなるほどあ一1本じゃないんだねほう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 でカムイも生命線100%ほあ なるほど。ね、なんで？お、うん、協力して。 この中に埋まってた。お <laughs> なんで半裸なの。可 <laughs> 愛い,い。<laughs> うん、多分違うんだろうな。

そショック受けるとこ、え、思いたくないけどね。あ,あ、よく分かってないのね。ほう。答えあるの？え、なにな、になに、なに、なに。 実験あーあーやっぱそう簡単にはいかないのそれとも暴走するああやばいゴリラになっちゃったパワーあらーいい べ実験してんのねお前らあっ仮縫いなるほどそういうことねじゃ百100%やべえなじゃあもっとポテンシャルありそうだねえ奪う なんだその先に何があるんだおもしかして純血おお切るの ダメなのクロイドは味方なのねあ羊あっちが羊かと思ったわまあ主人はこっちだからねおいおい まあそれしかないわなやぼ命の保証まあそりゃねあやっぱ血なんだ命の危険うわっやべえ やっぱ強すぎるのかな服がやっぱだだ,だいぶやばそうだよ制御できないんじゃないなんてあーじゃあやっぱあいつに負けじと。 こなせるあーやっぱそういうことなんだねなんかなんか出てるよロボみたいになってるけどうんまあ着るだろうねなんとかえっとガッガッツだっけ犬はい貧乏なのね闇医者 <laughs> 騒がしい あ可いいの <laughs> もらったやんい,やいい人やねお母さんほほんとボコボコのボコ <laughs> いらんこと話してるえハハハハ そんな特殊な趣味じゃないいやいやどうかな。ハハハハハハハ そういうことね。あーあ,ーあー。あちょっとお腹出てるけど。うん。ざらついてる。鳥肌立ってる。あ、まさか感じ取ってる。純潔を。目覚めを。 なんでのこのこ投稿すんのもほんとに <laughs> おい来るぞうんなんだなんか旗立ってるよあまた階段が来る気だよえもうもうやるのおえ来てる なんとか乗り越えたのね。ちょ、マコ逃げとけ。巻き込まれるぞ。あ、来てるよ。うんうん。うんうん。ちょ。頂上決戦。 おやっぱ血あ針ねなるほどおーだ,いだいぶ吸うね真っ赤おおバケモノなんだけど。 ちょいちょいこの,このどんだけ揺れるんえっ、ー、これが戦闘形態ね <laughs> すごいこの辺へのこだわりを感じるね <laughs> お肩すごいなおおお <laughs> いやーでもやっぱ先決のが好きかなーおこっちもちょっと時間かけてくれよーちょっと <laughs> <laughs> <laughs>、うん、やっぱそうだねええー、まずいやん やっぱこっちのポテンシャルがまだ飛んでる飛んでる待ってるよ <laughs> おいすげえなおいダリフラみてえだなうん 完全劣勢だよ圧倒的すぎる武器もカムイもあかん暴走してる感じでもないしね正気が見えんぞケツがケツが 動くなおい。うん、着こなしている。もうやっぱどうにかしないと。記憶取り戻さんと。五分。 あーやっぱ切れてない <laughs> バチン <laughs> えじゃあやっぱちゃんと来たらまた形変わるのどうすりゃ切れるのよあーまずいおい撤退もできんぞ やばい、切られちゃうよカモイも切れるんでしょこれあ気にしてないのねおうあんたは頬染めてくれないの <laughs> おうおおういいの突き抜けてんな もうちょっと可愛げ欲しいな正直な <laughs> あかんやんお助けてくれるえマコ、ま、脱いでお、おうんじ,じゃあそうなの <laughs> <laughs> うんうん 評判なのねえこれいつもの流れだってか脱いでどうすんの <laughs> え脱いでもどうにもならんやろ。え おえちょっとまた起動すんのおおおお裸になればいいあなったあ揺れた <laughs> ほうほうほう素肌になるほう

うん、肩が出たね。おお。同じ土俵や。おお、トルトルネードあそういうこと。なるほど。で、受け入れたのね。おー、オッケー。 あ、じゃあこれで制限もなくなったおおー開いたぞおい伸びたぞぶった切るモードおーついに使いこなしたえもしもして切れるのこのカムイえ笑ってるけど え、こっからなのおおカモイ切れちゃったらどうなっちゃうんだろう直せるのかな <laughs> すげえすげえちょっと頂上決戦ラスボスなんだけどまだ3話ですよねあなた <laughs> えちょっと答えてよじゃあそこを絶対違うよ うんかって聞き出そうじゃあおおっ<うー> <laughs> <laughs> あっ暑 <laughs> くそ暑いえ学園が吹っ飛ぶよ お前らよく飛ぶな <laughs> あああああああさっぱらからまあお うん、うんうんうんもうぶっつぶすしかないわなもうこれは正面からえもう仕切り直すああ全部ぶっ倒すすべての部活 <laughs> ほう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  視覚が差し向けられるそれを倒して来いとおお望むところじゃんうん 今回で、えっ、ー、と、カムイっていうのが100%、えー、と生命繊維でできてるっていうのが分かったからもともと100%なんだよね。そこに吸い込んでんだよな。だってやっぱ強化されてるでいいんだよね。チャンスじゃん。まあでも向こうは繊維持ってんのかい,いっぱい。 なるほどね今まで着てなかったから血が必要だったんだよりいっぱいこれから長く戦えるとこ,ここに目がいっちゃってもうほに <laughs> 裸になるのが必要だったのねしっかり着るのが <laughs> 正直生徒会長もうちょい可愛げほしいね <laughs> じゃあこっからやな差し向けられるんだ視点のほかいろんな部活の奴らがまあ単体できたりタッグできたりとかいろいろあるんだろうね すいません <laughs> とても不幸な朝何だ今のうんなんかちょっとこう日常会というかなんか緩くなりそうだね一旦ここまでしようかなあのものすごい情報量というか勢いとか熱量だったんで <laughs> あの <laughs> ぶっつけサウナ見たんですけれどもちょっと一回整理して、まあ、整理できるか分からんけれども <laughs> じゃあ見返してから次行きたいと思います。じゃあ次回、えー、第4話、とても不幸な朝が来た。で、お会いしましょう。じゃあね。